皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日は糸島に来ています。糸島の又一の塩っていうところのすごく美味しいプリンがあると聞いてきたので、今からそのプリンを買いに行きたいと思います。今マスクしてない人はお断りしますって書いてある。車両進入禁止。ここからしばらく歩きです。マスク着用お願いしますだって。塩をかけて食べるプリン。プレーンの焦がしキャラメル塩チョコ。プリンをゲットしました。今コロナのせいでここで食べれないので海岸に行って食べて帰りたいと思います。こんな感じ。そしてもらったのがカラメルとマタイチの塩。どっちから入れるちゃかな。キャラメルから。キャラメルを入れてので、塩。この塩あそこで作っちゃったよね。うん、塩を入れます。ちょっと入れてみよう。このような感じです。なんか普通のプリンと思うけど、どうやろう。いただきます。どうでしょう。美味しい。塩、プリンと塩があると思う。プリンと塩が合う。塩とほらカラメルって甘いやん。どんな味。塩はしょっぱいけど、全く想像ができん。カラメルって甘いやん。甘いのと塩辛いのがすごくマッチしてすごい美味しい。それでこの甘じょっぱいってこと。甘じょっぱい。もう汗がすごいもん。なんかいつもはね、あそこの景色のいいところで食べれるらしいけど、今コロナのせいであそこで食べちゃダメなんだって。だからちょっとずっと歩いて車で来て、ちょっと海岸に降りてきて試食じゃないか、食べてます。あ、トゥーフ美味しいよ。これわざわざ買いに来るんだって、遠いところから。これ塩ね、ちょっとしかかけとらんやったけど、もっとかけてもいいかもしれん。塩、またこの塩が美味しい。この塩買って帰らないかんやったんじゃないの。大体プリンじゃなくって塩をあそこで作ってるらしいよ。しとった？塩工場って書いてある。塩工場って書いてある。塩を作って、これ後からできたんやろうね、このプリン。はい。玄海国定公園。ここから入っていきます。めっちゃ暑い。ここよね。ここの穴よね。向こうはすごい絶景、海。海で、よいしょ。よいしょと。森やん。うわ、涼しいよ。全然違う。全然違う。涼しいけど、足元が悪い。トトロがおるやか。トトロが小さい頃にしか見えんというトトロ。小さい頃にしか見えん。それはなんか国
心が素直な人にしか見えんとかいう意味ね。これ上まで行ったら1キロぐらい痩せるかもしれん。やっと到着しました、展望台。すごく色が綺麗だから、色が綺麗で味はどうなんだろう。ドレッシングこれあった？なかったよね。ドレッシングかかってる？かかってるの？ドレッシングかかってるんだって。かかってる、うん、ドレッシングはあっさりめ。ワンちゃんがおる。ワンちゃん連れでもいいと、ね、ワンちゃん連れでもいいけどね。テラス席だけだ、ね、かわいい。あのプードル、あの子も連れてきてあげればよかったね。あんなにお利口さんしとるならお利口さんやん、見て、あんなにお利口さん、お人形さんみたい、ほら、いちじく、すごいいい色。パンがすごい、すごい弾力、ふわふわしてる、うん、わ、すごい弾力。パンはオリーブオイルにつけて食べます。オリーブオイルって言ったこれ、うん、オリーブオイルって言った。おいしい、あ、朝食メニューが人気とか言ったけど、これが朝食メニューのセット、これが朝食メニューのセットランチメニューのセット、ランチメニューのセットよね。ランチとかじゃなくて朝食じゃなかったらもうこのセットメニューか単品しかない。これ見た目タコかと思ったけど芋よね。タコじゃない、いや見た目タコかなと思ったけど見た目だけよ、芋よね。糸島まで1時間半やったっけ、1時間半かかって、グルメインターから1時間半かかって、また一の塩まで行って、また一の塩ですごいインスタ映えする場所があるから、そこで写真を撮ろうと思ったら、コロナの影響で写真撮っちゃダメで、マスクも必要で、どうしようもないから、買って、海岸に行ってプリン食べてきた。うん、それが栄養に美味しかったけど、で、ここは朝食に来るつもりが、そこでちょっと時間取ってしまって、ちょうど12時になったから朝食じゃなくランチになっております。なんかなんとかバルサミスコスソースかなんか違うやつ。バスの乗車について定員9名だって。60分おきに清掃しますって。お商品お買い上げの方のみ入れます。ここかな、11時オープン。んメニューはシングルの、私イチゴにする、あなたは何する、ラズベリーにする。ジェラートのシングルのイチゴを1つとラズベリーを1つ。はい、でロンドンバスの中に入ります。で、ここは立ち入り禁止。
で2階建てバスってどんなんだと。狭い。よいしょ。狭い。よいしょ。よいしょ。ロンドンバスの中に入って外で写真撮ってたらもうドロドロに溶けて引いてしまった。どうだろう。美味しい。いちごのジェラート。ラズベリーはどう？美味しい。溶けるのが早い。溶けるのが早い。本当早い。島の桜井神社というところに来ています。縁結びでとても有名な神社です。今から中を参拝したいと思います。ご支援をいただきました。桜井神社の桜井神社と二つ大神宮と二つご支援書いていただきました。
にジュースをお願いしようと思ったけど、あまりにも暑すぎて、ノンアルコールのアサヒドライゼロにしました。めっちゃ暑い。本物のビールだったらよかったのに。パンケーキにビールは合うかって言われてますが、多分合わないと思う。私はビールと何でも一緒に飲めるタイプだから。さあどうでしょう、美味しいかな。これふわふわのパンケーキ美味しいけど、なんか私が作ってもこの味出せると思うけど失礼な。だって昔懐かしい味。いや、おなんか卵感がある。卵感がある。卵いっぱい使ってる。違うんだよね。ここの前には二見ヶ浦、海の中に白い鳥居があるところが見えます。食事もできるし、あのパンケーキとかスイーツも食べられるところです。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。